はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、カルチョビットワンを始めていきたいと思います。はい、というわけで今回は6位の下関フォーチュンと当たります。あと公式戦はこれ含めて4戦ですか。まあ来年につなげる戦いをしたいと思います。明るい線は上がらない線をね。さて、状態は黄色赤の選手はいない。2枚持ってる選手が気になりますよね。2枚持ってる選手は入れとこう。そこに7個の代わりにミオを入れます。サヨも入れときましょう。羽生田の代わりかな。で、ユーナを入れて、クルミは残す。緑を残してくるみをかな。で、彩香を入れましょう。菊池あたりかな、藤原かな。萌も、入れてみましょう。京太の代わりです。節子が、節子も入れたいな。節子、菊池を借りよう。ちょっとディフェンダーが弱いですが、で、久しぶりに広岡使ってみたいと思います。藤原を前に上げて、七子、さつき、羽生田、三木本、羽生田、あかり、月かな。やっぱり七子を入れとこう。このメンバーでいきましょう。決定力かける感じですが、残りの2人の選手にもやっぱり活躍してもらいたいですからね。やっぱり層を厚くしたい。結果は勝ちが一番ですが、そういうこの2人には奮起を期待したいところ。特にですね、優奈あたりは伸ばしていかなきゃなと思います。試合出さないとね、強くならないんで、このゲームは。まあちょっと落としすぎな感じはするけどな。さあ、前半攻められております。まどかが、あっと、やっちゃったか。やっちゃいましたね。こう、さよか。さあ、とちおが上げて、広岡がキープ。キーパーは今回広岡ですね。休ませてます。まあ、ほぼ休ませる必要ないかもしれないんですけどね、そう。おっと、直前にいたが、これは美穂が防いだ。ナイス。さあ、しかしまだピンチは続く。オフサイドか。このオフサイドですよね。オフサイドプレイ。ああ、なるほど。ラインを上げてるというか、向こうより来てるんで、そのオフサイドになりますわ。おっと、当たっていってる。窓か。しかし、これは、ファール。ダイレクトで広川キャッチ。さあ、ここはボールをキープしてほしい。
幸子。さあ、誰が飛び込んできたのは？これは取り切れなかった。一進一退の攻防ですね、ここまでは。メンバーかなり落としすぎたかな。幸子ナイス。幸子いいですよね。さあ、疲れが溜まっている選手はまだいない。さーっと。やっぱり決定力なんですよね。決定力っていうより、そこに持ち込む力が足りないか。おっと、ちょっと危ないかも。幸子がうまくキープします。幸子の活躍が目立ちますね。守備的ミッドフィールダーっていう感じがします。ミオが、と外に出ましたね。さあ、こちらボールです。さあ、幸子はここまで上がっている。流れた。マークされてる感じはありますよね。さあ、前半終了。1点も入っていません、両チーム。おっと、節子がちょっと疲れ始めてますね。誰にしようかな。浦川かな。見事、最後チェンジしましょう。ひとまずはこれで変える必要はないでしょう。マドカも、もう結構強くなりましたね。選手だけ中盤は、そうは充実してます。ただね、いいとこにボールを上げるのがまだ、うまくいってない。相手のマークもいいんですけどね。さあ、マドカが取ったのよ。さあ、これで決めきれるか、エリカ、決め合った。エリカ選手、エリカが、先取点を奪いました。クラーカリバーツ。いやー、マドカが一瞬のチャンス、うまく取って、そのエリカがしっかりヘディングで決めてくれました。会心の1点です。先取点。さあ、この調子でいきたいところ。三人目としてエリカが育ったら、そう、もっと熱くなりますからね。勝負し、ある程度勝負試合でも、緑とエリカでいける目処が立つかも。幸子、さよ、さあ、誰だ？エリカだ。今度は、合わせきれない。さあっと、ここを、おっと、ミオが、あーっと、ミオ、今正面に行ったのは失敗じゃないの？うまい、幸子。幸子が本当 MVP、この試合 MVP 級の活躍ですね。ユーナ、ユーナはまだまだだ。どうか、しぶとくやるが、ここは気をつけたい。うまいですね。エリカ、外に出しちゃいました。ちょっとその選手のチェンジをやらないといけない。それから7個かな。7個にしましょう。サツキだな。サツキを変えよう。これで交代枠使い切りましたが。おっと、危ない。さて、ここで、さあ、終盤戦です。守りを固めようとしてますが、果たして守りきれるか。ディフェンダー2人、くさ！あーっと、合わせきれない。ここら辺もだ、ユーナまだまだですよね。ユーナの成長が見たい。おっと、これはノンホイッスル。さあ、サツキがドリブルで上げていきます。ケラが応答するが、逆サイド、マドカが志村。クラワーカリバーズボールのスローイン。さあ、どこだ？さあ、マドカだ。マドカ。これはコーナーキックになった。藤原が上げます。クリーネが直接取りました。まあ、ほとんどもう時間はありません。アディショナルタイプは1分。試合終了。勝利しました。
さあ、選手点は後半早々にこのマドカ、合わせたエリカが良かった。しっかりボールを奪っていく エリカもそうですし、誰だったっけ、サチコですよね。やっぱりサチコのボールを奪ってつなぐ意図がすごい。守備的ミッドフィルダーとして最強でしたね。ここは危なかったが、合わせきれなかった。で、このまま試合終了で勝ちました。シュートの数は同じなんですけどね。まあ、イエロー一つもらっちゃったのが課題ですが、勝つことができました。これでまだ単独2位をキープです。貯金は8になりましたね。さすがドックスはさすが守備すごいですね。よく考えれば、まあ、富山ミラージュは守りがしっかりしてるからな。失点数で言えば、岡山ピーターローズよりは失点してるのか。さあ、次は4位のトップロード成田です。まあ、やや強いメンバーでいきたいと思います。はい、ご覧いただきましてありがとうございます。いつものことですが、高評価、チャンネル登録、コメント、 SNS 欄を拡散歓迎しております。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してますので、よろしければ見てください。この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間がありましたら、そちらもご覧いただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。